皆さんこんにちは、ペソでございます。猫姉妹が統一を目指す三国志3ですね。85回目ですね。ごめんなさい、ちょっと仕事の連絡が入っちゃったんでね、16分ぐらいで止めちゃったんで申し訳ありません。さあ、どうしようかな。ここは、あ、そうか、海の方が、あ、海の人口少ないな。金魚は金魚50万人都市やね。まあ、残された戦力でどないかですね。ああ、大平さんの子孫を持ってて、はい、で、大平さん、で、ここもね、1月になったらちょっと、物資代行こうかなと思ってるんですけどね。さあ、これは蝶々さん以上移動ですね。信用はね、前線ですので、また石膏入れてからでしょうね。ここも国力悪いね。ああ、そっかそっか、正義さんから下へね。あ、だいぶマシになったか、これで。
こっち送って、ヨギさんとチェンジしたいな。ああ、送っときゃよかったな。あ、インデス様や。間違えた。あ、インデス楽よ、黒か。さ、10月ですね。全然ちゃうわ、とりあえず2人、
取れそうなのはいないね、多分。武漢さんと長考さんと長良さんでシャッフルしましょうか。あと加古園さんね、利点さん。あ、少ないね。これだ、あ、そうやね。これでいきましょう。これで、観作さんと、長治さんの兵を観さん、馬長さんに触れるね。
あれ間違えた。遊ばすのもったいないかなーっていうね、ちょっと思いがあるんで、あ、まあいいか。はい。弱しかいないからね。投資さんでシャッフルして、投資さん以外の兵を、ちょうど100超えてたね。あ、これで、うん、準備は OK やね。おお、税率が。
ああ、そうや、ここ一人分換するの忘れてたな、主人なんで。ああ、結構時間経ってね。よいしょ。引っ張っちゃったからね、だいぶ。ああ、信用か。ああ、さんからね。で、どうしようかな。インデさんの兵を、ああ、そうですね。で、せね、こっちにまず。さんの兵を、あ、そうや、あと容疑さんもや、容疑さんを、あー、もたつさんとけずであれにしようか。まずは徴欲さんで、やばいやばい。よし、ここで、終わりましょう。ありがとうございました。それでは、さよなら。